レイジーガンズブリスキーは女性4人で構成される日本のロックバンド。2006年に高校の同級生が集まって結成された。2012年5月12日に解散した。2015年5月12日に復活。2016年6月 GT ・泉が脱退。同年10月、GT ・優子が正式加入。2007年7月に ザトリップというタイトルの自主制作デモを作成。2008年4月、深沼元明のプロデュースで11曲収録のデビューアルバム、クイクソティックをジュライレコーズから発売。その後、2008年12月、元ブランキー JET シティの浅井健一のプロデュースでメジャーデビューアルバム、キャッチングをリリース。浅井にとっても初めてのプロデュース作品となる。 浅井健一は、プリテンディングという曲で、メンバーと共に作曲にも参加している。2009年7月、セカンドアルバム26タイムズをリリース。前作に引き続き、浅井健一がプロデュースを担当している。テレビ東京系、ゴッドタンのエンディングテーマとして、ネイビースターが採用されている。レイジーガンズブリスキーというバンド名は、直訳すると、 気だるいものが活発なものを打つという意味。ブリスキーは造語で、元となった言葉はブリスク。歌詞は、感情移入しやすく、音がかっこいいからという理由で、すべて英語詞となっている。2012年5月12日、下北沢ガーデンのライブをもって解散。2015年5月10日、インテル FM、WTF? ホワット・ザ・ファンデーの番組に出演し再結成を発表。2016年6月14日、吉祥寺プラネット K のライブをもって、ギターの泉だった2016年10月28日ギターに、サポートで入っていた優子が9月4日に加入を、キメコの非正式に加入を、発表2018年2月15日、ザ・シーをモチーフに制作されたミュージックショートフィルム。 ザシーがイタリアの映画賞ワニーローズフィルムアワードのベストミュージックビデオ同作の振り付けを担当したリュウ・ミホがベストダンスコレオグラフィーの2部門を受賞2021年11月22日ルーシーの持病である心臓疾患の治療のため2022年1月30日をもってレイジーガンズ・ブリスキーを活動休止にすることを発表 Q メンバー、ありがとうございます。